こんばんは、沖縄移住マンの達郎です。カメラマンをやったり、映像を作ったり、文章を書いたりサラリーマンしたりしながら、生きています。沖縄に移住して、感じたことや、考えたこと思ったことなどを、配信しています。はい、ということで、今日なんですけれども、まあ、最近ですね、YouTube、自分でも僕は YouTube の達郎移住マンというチャンネル、達郎沖縄移住マンというチャンネルで、配信してるんですが、動画を配信している中でですね、配信者のくせにそんなこと言うなっていう話かもしれないんですけれども、ちょっといろいろ思ったことがあるんですね。っていうのが、そろそろ動画コンテンツが流行する時代は多分終わるというか、もう動画ってオワコンだなという、思った話を今日ちょっとしていきながら、動画コンテンツが終わって次に流行するのはこれだという話をね、していこうと思います。で、お相手はですね、今日も、沖縄で、SNS マーケティングのチームを運営している OSM 代表の、比嘉浩一さん来てもらってます。お願いします。こんばんは、比嘉です。よろしくお願いします。はい、2回目ですね。はい、はい、じゃあお願いします。ですね、まあまず喋っていくんですけども、まあ、動画コンテンツがオワコンだよっていう話なんですけれども、比嘉さん、その僕もまあ入ってますけど、 OSM は SNS で、うん、マーケティングしていくっていうことは、所属してる人の中に YouTuber ももちろんいる。そうですね。ね、わけで、うん。だからその動画コンテンツの終わりっていうのはちょっと複雑なところを。ちょっとありますね。うんうん、思うんだけども、その動画コンテンツが終わるだろうっていうのは、もうね、飽和状態なんだと思うんですよ。うん、まあ、YouTuber っていうのも大から小までたくさん出てきたわけで、今も生まれ続けていると、うん、で、あとは Netflix とか、うん、Amazon プライム、プライムビデオとかっていうサブスク制の、うん、動画配信サービスとかがあって、動画っていうものがもう溢れ返ってるという感じがするんですよね、うん、その中でじゃあ新しく自分のチャンネル作って、動画作って配信していってユーザーつかもうっていうのは、うん、かなり厳しいんじゃないかなっていうのは、まあそうですね、個人的には思ってて、どうですか、うん、その辺は。まあ今から新規参入でやってくる人っていうのは、本当になんか個人がすごい強いキャラクターとかを持ってないと厳しいだろうなっていうのは、うん、もちろんあります。かなり引きつけるものがないとね、うん、もうズバ抜けて何かが飛び出てる人っていうのじゃないと、まあ動画の今の飽和状態で頭一つ抜き出るのは、まあ、厳しいのかなって、うん、前みたいに YouTube に誰でも参入できて、うん、ある程度続けとけば数字が取れたみたいなことは多分もうなくて、うん、ユーザー、その YouTube を視聴するユーザーっていうのは限られているのに、うん、コンテンツの種類とか量ばかりが増えていくもんだから、うん、自分のコンテンツにユーザーがたどり着く確率みたいなのが著しく低くなってるのよね、うん、だからちょっと、動画コンテンツがここから新しく出てくるのは非常に厳しいなというところがあるんですよ、うん、で、あともう一つ理由があって、うん、全部目めっちゃ使うなと思うんですよ。あー、なるほどね。視覚、うん、視覚をめちゃくちゃ使うなと思って、動画ももちろんなんですけど、うん、動画の他で言うと文字媒体、うんうんうん、ブログとか、はいはい、雑誌、新聞、まあ、最近だったらノートとか、ノートとか僕も書いてるんですけど、うん、とかも目使うよと、うんうんうん、いうのがあって、もうなんか目使いすぎなんですよね。確かにそうですね、人間目使いすぎなんですよ。もうこのままいったら宇宙人みたいな目でから目がボーンになるという感じだから、うん、今から目で楽しむものを訴えかけてももう疲れてると思うんですよね。もう目を使うものでいっぱいやから、うん、ここに入る隙間って多分すごい少ない、うんだろうなという感じがするんですよ、うん。で、まあ、他にも日常生活でも目使うとか、うん、いろんなことがあるから、動画って僕むっちゃ厳しいと思うんですよね。もう、うん、どうなんすかね、動画の需要みたいなのって。需要はあるか、あ、オワコンっていうか、自分俺的には終わりはしないと思うわけ、動画は、うん、なんかだけど動画一本っていうのはきついんじゃないかなって。ああ、これ一本でやっていくみたいなのはきついと、うん、なんか
編集力っていう言葉を使うんだけど、音声メディアと動画の掛け合わせとか SNS をうまく絡めて、まあ自分の中でも答えっていうのがあるわけではないんだけど、うん、音声メディア一本でも厳しいかな。音声一本でもきつい。例えば今まさにこれやってるスタンド FM、うん、通称スタ F だけでやってこっていうのもきつい。もう、まあ、今このマネタイズの仕組み化ができてないってのもあるんですけど、うん、まあ、そこだけでもきついかな、うん、で動画一本だけでもきついかな、まあ、だからいろんなもんやってかなあかんっていうところは、うーん、あれは厳しい時代になってたかもしれないんですけど、そうですね、なんだろうな、あとやっぱり動画とか見るって、うん、もうあの行動の制限がえぐいなと思うんですよね。動画見てる時って他のこと何にもできなくない？確かに確かに動画見たりとかって、うん、もう動画に集中やから、うん、寝転がってとか座ってとか見てもこれだけ動画だけになっちゃうっていうのが僕ものすごいどうなのって思ってて。確かに。だってあの今連絡取り合うのってもうスマホじゃないですか、うん、スマホで連絡取ってて動画もスマホで見るんですよ、うん、でまあまあ家でタブレットで動画見ながらスマホ触るみたいな人もいるけど、まあ、まあまあ大方の人は多分いつも連絡取ってるメインのスマホで YouTube とか、うん、動画媒体っていうのは見ると思うんですよね、うん、じゃあ途中でブブって LINE 来たりとかしたら、うん、ちょっと一回動画止めてとか、うん、あれむっちゃ煩わしいから。確かに行動が制限されるっていうのも結構動画の弊害なのかなみたいなのはちょっと僕の中では思ったんですよね。確かに音声聞きながらだったら、まあ、例えば爪切ったりだとか、そうそうそう、料理したりとか、そうそう、まさにそれをねお話ししようと思ってて、だからこそ動画の流行の次に来るのは、うん、音声やと思うんですよね。なるほどね。だから音声って多分ラジオとかももう既存のものとしてあるんですけど、うん、ただそのラジオってまあ著名人がやっているよと、うん、で著名人がやっててラジオって例えばそもそもラジオという機械で聞くとか、うん、前だとラジコとかあるけど、うん、まあまあでもアプリもそんなみんな取らんなと思ったり、車で聞くってなっても車持ってないと思うから、うん、でもラジオって著名人がやってるけど一般人はやってないみたいなとこで、うん、けどこれも YouTube とかと同じ状況になるなと思うのが、あのテレビって著名人しか出れない、うん、当たり前なんですけど、うん、これが YouTube で著名人じゃなくても、うん、映像の配信というのができるようになったと、うん、じゃこれも音声も絶対同じことが起こってるなと。まさにスタンド FM ってこれが起こってると思うんですよね、うんうんうん、今まで著名人しかラジオっていうのはできなかったけど、こう僕らみたいな一般人がこういうふうに音声を配信して、うん、まあ、おのおのが、獲得したファンとか視聴者の人に提供することができるっていう時代にもなったんだなっていうのがあって、うん、音声これスマホで聞けるから、うん、ラジオみたいに機械買ったり車に乗ってとかそういうことが必要じゃないと、うん、まあ、このスマホで聞くことができて、動画が抱えていた弊害っていうのをほとんどクリアしてるんですよね。ほう。例えばスタイフとかやったら、うん、バックグラウンド再生ができるから、まあ、YouTube でも YouTube プレミアムとかできるんですけど、うん、やっぱバックグラウンド再生ができます、うん、だからまあ最悪イヤホンつけて、イヤホン耳つけて、ポケットに入れながらでもこれ聞くことができるとか。そうですね。とか、これ聞きながら LINE 返せたりとか、うん、SNS いじれたりとかもできるから、さっき言ってた行動の制限っていうのがほとんどない、うん、っていうのと、あと目を使ってないから、うん、目を使うっていうフィールドでは戦わないっていう、うん、っていうのが、あって、うん、僕は結構ね音声は今後来ると思ってるんですよね。確かになんかイヤホンとかも今すごい進化してるじゃないですか、うん、ワイヤレスとかね、うん、なんかこの AirPods の進化とかも相まって、うん、動画の音声メディアが、そうそう、上がってくるっていうのは確かに納得できますね。めっちゃあると思うんですよね、うん、だからその今後 YouTube で配信者が増えましたみたいな状況と同じことが起こると結構本気で思ってるんですよ、うん、で今スタンド FM にはその広告 の、 機能とか、うん、だからこう課金機能とかっていうのはないんですけど、うんうん、
まあ、今後出てくるんじゃないかなと思う。まあ、何が出るか分かんないですけど、うん、出てくるんじゃないかなと思うし、それが出てきた途端ユーザーって跳ね上がるんですよね。まあ間違いないですね、うん、今はないから、うん、これめっちゃ嫌な言い方するとお金にならないから、うん、まあ、ならないって言ったら嘘ですよ。やり方はいくらでもあるんですけど、うん、このスター F というプラットフォームだけではお金にはならないから、うん、YouTube みたいに YouTube パートナープログラムで広告収益を得るみたいな、うん、そういうことはできないから、じゃあやらんっていう、そこの第一問でもう門を開かない人はほとんどなんやけど、うん、いや今後多分そうな、今後収益化できるようになっていくと思うんですよね、うんうん、ただ YouTube と違うなって思うところは、めちゃくちゃ狭き門やなと思うんですよね。はあ、音声メディアがってことですか？そうそうそう。っていうのは、うん、まず第一として、話術が必要だっていうこと。間違いないです。もう声だけ間違いない、音だけで勝負してるから、うん、まずなんかこう なんか聞いてて不快じゃない声じゃないとあかんし、うん、聞いてて心地のいいテンポで喋ってくれる人じゃないと、うん、聞いてて疲れるんですよね。間違いないね。いや、よくしてる。声よくし始めてる。間違いないね。めっちゃいい声。これ YouTube だと編集が効いたりとか、ちょっと派手な演出でごまかせたりとか割としたりするから、あと派手さで勝負できたりとかするから、あ、見た目のね、そう、見た目の派手さで勝負したりできるから、まだその辺のハードルは低かったんですけど、音声メディアはもう音だけで勝負やから、ここの門はめちゃくちゃ狭いなと思うんですよね。だから喋るのが得意です、喋るのが好きです、もともとめちゃくちゃええ声持ってますみたいな人が多分バーっていくんやろうなっていうところがあるので、これは結構どうですか、難しいと思いません？あと俺思うのは、はい、短期決戦かなと思う。短期決戦、音声メディアが来る来る来るとは言われてるじゃないですか、うん、でまあ、実際 YouTube も来る来る来るって言われて、うん、まあ、コロナっていうのもあるけど、芸能人とか、うんうん、まあ、この業界でやってたプロが参入してきて、素人がなんと太刀打ちできなくなった、うんうんうん、もう本当にレベルの高い動画、うん、チャンネルとかが増えて、そこにいっぱい流れてしまう、うんうんうん、視聴者が、うんうん、音声メディアも、まあ、収益化が始まり、うんうん、まあ、芸能人が少しずつ参入してきて、面白い人たちがどんどん来ると思うんですよね。いや、ほんまそう。お笑い芸人とか、うん、怖いな、落語家とかね。そう、落語家とか、うん、例えば稲川淳二とか、あー、こう話し屋みたいな人が、そうそうそう、もうプロの怪談師とか、うん、そういうもともと芸能でやってたプロが参入してきた、うん、してきた途端にそっから素人が淘汰され始める、参入しようとしてももう席はないよって思う。 YouTube と全く同じことが起こるんではないか。やっぱ時代がもう繰り返されるっていうのをよく言うけど、うん、ファッションとかでも言うじゃないですか、うん、昔のものがまた今も流行ったりするとか、うん、だからそういう歴史の現象みたいなのって繰り返されるなっていうのはめちゃ思いますね、うん、確かに。なるほどね。だからまあ音声メディアで、まあ、今先行者利益っていうのは多分今あると思うんですけど、うん、はいはい、まあ、YouTube でいうヒカキンとか、うん、まあ、はじめ社長とか、だからパイオニアと言われる人たちが、そうそうそう、うん、だからすごいズバ抜けて何か目立つ、うん、何かで抜きんでた人は芸能人が参入してきても今後音声メディアには濃いファン層が定着すると思うんですけど、だからまあそのプロが参入してくるまでの短期決戦、あ、確かに、で素人の皆さんは頑張らないといけないなと。いや、僕らもだから短期決戦の最中にいるわけですよ。そうなんですよね。うわー、厳しいな。でも確かにそうやな。でもしかもさっき言ったみたいに、喋るの上手じゃないとあかんとか、うん、得意じゃないとあかんみたいなことがあるから、短期決戦を勝ち残ってもそっから話術の世界になっていくというか。そうですね。めっちゃ厳しい世界かもしれないですね、音声メディアっていうのは。また動画 YouTube とかだったら、まあ、見た目もあるし編集力とかもあるからプロが来ても、まあ、素人が太刀打ちできると、うんうん、話術だけはどうしてもね、素人の壁ってやっぱりあると思うんですよ。天性のもの的なところありますからね、はいはい、うん、だから動画じゃなくて音声メディアで頭一つ抜きんでるためには何が必要か、うん、そういう要素っていうものも話していきたいな今後。あ、そうですね、次の放送で話します、うん、そうですね、うん、じゃあ次、この次は、音声メディアで、ヒットするには
どうすればいいのかについてお話をしていきます。考えていきましょう。はい、ということでね、今回のホースタツラジオは、このぐらいで終了しますが、YouTube の方にもですねたくさん沖縄動画上げております。 Twitter、Instagram と公式 LINE などやっております。 Twitter のですねプロフィールからすべて飛べますので、ぜひ飛んでいろいろ見てみてください。レターや、公式 LINE などですねラジオでお話してほしいことや質問などを募集しておりますのでどんどんお寄せください。ではですね、本日は、OSM の代表の比嘉くんにお話していただきました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ではまた次の放送までお楽しみに。